はい、どうもゴルプリング4です。そうです。ようです。はい、今回はですね、ジクラブですね。ミネルバゴルフさんがですね、YouTube の動画の方で、この、ドライバーを押し出して、336ヤードぐらい打ってたかな、その動画の人が。それに今挑戦してみる方いませんかっていうやつで僕が、挑戦するということで。そのドライバーをお借りして、あとその計測器もお借りして、今回打ってみたっていう動画になるんですけど、そのドライバーっていうのが、ミネルババリエンテっていう名前らしいです。ミネルバの初号機モデルとして完成したのがこれらしいですね。設計的には前で飛ばすディスタンスコントロール設計、飛距離性能の遺伝子を受け継ぎながらディスタンスコントロール設計にこだわったということなんですけど、なんかね、バハマのカール・ベンソン、なんかライオンマークのね、バハマのあれのやつの遺伝子をっていう感じで、あれもすごい人気で、まあ、それを受け継ぎながらということなんでしょうけど、まあ、より捕まるよっていうことなんですけど、まあ、僕はそのバハマのやつ打ったことないんですけど、まあ、こちらを今回打つんですけど、まずまあ見た目で言いますと結構ディープめ、だけど、ヘッドサイズ的には 460cc なんですね。でディープなんですけど後ろは下がってて、ハイバックじゃないので、僕好みです。今ガイブラとかで流行ってる全体的にシャローで重長でみたいなのはね、あまりイメージしないんだけど、まあ、これもでもまあ割とヘッドの形状的には普通なのかなとは思いますけど、ロフトがねこれ 9.5 とかな、ロフト 8.5 から 11.5 選べるみたいです。あとこれヘッド重量がね 194g、 3g が2個ついてウエイトの調整もできるっていうのもいいですけど、これが 8g、 8g ついてるから、おめっちゃ重いんだよ、結構重いね、 204g ですよっていうことなんですけど、で、その動画でね、336ヤード打った人と同じスペックで挑戦してくださいっていうことで来たのが、クレイジーの、ダイナマイト LY300 だったかな。何も知らずにね、ちょっと借りてから気づいたんですけど、その300っていうのが、300ヤードとかの300じゃなくて、振動数の300だったっていう、異なるようなスペックっていうのを打ったので、まあ、一応ちょっと動画見てもらいましょう。はい、はい、どうぞ。よくベンチを借ります。あ、でも出てるね。意外と。頑張ったよ。おい。出てる。
わかんないですよ。限界だね、85点。疲れな、はい、見てもらいましたが、まあ、打ってる動画だけなんで、まあ、数値はまだしてないんですけど、一応数値、うん、こちらですということで、その弾道計測器も同じやつでっていうことだったんで、300i かな、なんですけど、336.3 でもうほぼ一緒ですね。はい、ボールスピードに 85.6 出てますよ。でスピンが、これもうずっと3000台で安定してた数値測ってた、うん、まあ、スピンはねほぼ測れてないんじゃないのかなって思うんですよ。でミーボの方で測ると、2000だいたい600ぐらい、うん、700そのあたりでした。まあ、距離的にはだからもうほぼその動画で打ってる方と一緒ですね。うんうんうん、もう声はしないっていう、うん、てかよくこのシャフト打ってるのっていう感じ。感想も何もこのシャフトの特徴がすごすぎて、うん、特にもう大変なんですけど、うん、打つのが大変だったっていう感じですけど、でスピンが少ないかと言われると、まあシャフトとかの問題もあるんであれだけど、うん、そこまで少なくはないのかなっていう感じだね。結構でもディープだから上で打つとかなりロースピンにはなったりするんだけど、うんうん、だけど若干僕はシャフトのせいもあるけど下目に当たることの方が多かったので、そこでスピンもちょっと増え気味なのかなと思いますけど、うん、まあとにかく捕まえで飛ばすって書いてるんですけど、シャフトが捕まえさせてくれないんでよう分からんなっていう、うん、レビューにはまずならないのかなって。もうただただ飛距離に挑戦したよっていう動画にしかならないので、うん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 、またね、他のシャフトで打って、打てることがあるならば打ってみたいなとは思いますけど、うんうん、相当硬い思いをしました。うん、これ 45.25 ぐらいで 9.5 度でしょ。で、心臓300ぐらいでしょ。多分普通の 50g のカスタムの S ぐらいで 45.75、まあ、46とかだったら2初速は上がります、うん、あともうちょっと飛んでるかもうあと十数ヤードはいきます、うん、10ヤードは確実いきます、うん、いうことなので、ね、また機会があれば、ね、違うシャフトで打ってみたいなと、うん、というような感じです、はい、ありがとうございました。